おや先生、来てくれましたか。いえ、ですが重苦しい話をしますので気楽に聞いてもらって構いませんよ。アランデル校やソロン、クロニエ、以前彼らについて話したのを覚えていますか。私は今彼らの正体を探っていましてね。彼らがどこから来て何を企んでいるのか、どこを拠点にしてどれほどの人数なのか、どうやって別人になり変わり、どのようにして怪しげな術を操れるようになったのか、彼らには非常に謎が多いのです。貴殿もそう思いませんか。そうでしょうな。私は彼らをこう呼んでいますよ。闇にうごめく者どもと。ヒューベルト様、失礼します。アランデル校が大修道院にご相談があるということで大広間でお待ちです。噂をすればですか。先生、ついてきてもらえますかな。来たか、ヒューベルト。お前に一つ頼みがあってな。頼みですか。これは珍しい。しかし拒否できないのであれば、それは頼みとは言いませんよ。摂政殿のご命令、慎んで受けましょう。内容を言う前にか。まあよい。我が手の者が封じられた森でとある実験をしておったのだが、使っていた魔獣が暴走し面倒な状態になっておる。ことを収めてくれ。一体どんな実験なのやら。すぐに向かいましょう。さて、先生たちの力も借りられますかな。それは助かります。人手はいつでも不足していますからな。いつの間に魔獣の森と化したのですかね。どうやら時は一刻を争うようです。いえ、実際のところは幾人かに被害が出ても構わないのですが、
彼らからお礼の品をぶんどろうと思うのであれば助けなければなりません。それでは手分けして救助に向かうとしましょう。複数の魔獣に狙われている者へは対応を急いだ方が良いかと。血塗られた道、私が切り開きましょう。戦場を広く見なくては。ええ、任せてちょうだい。アドラステア皇帝、参る。戦場に立つ以上、覚悟はできている。掃除に行くぞ。よっ。傭兵。先制奇襲、有利思います。あと何度戦えばいいのかしら。
ためも悪くない。皆の士気も上がる。
この者らに助けられるなど屈辱だな。まあよい、我々の役に立ったのは確かだ。これらは貴様らにくれてやろう。貴殿らの使う武具ですか。くれるというのであればもらっておきますかな。手の者を残らず助け出すとは驚いたぞ、ヒューベルト。お前たちには礼を言わねばなるまい。また会おう。行きましたか。まったく厄介な男です。おそらく私が探っていることも彼らは承知しているでしょうな。その上でああして我々の前に姿を現し、手を出せぬ存在なのだと思い知らせるつもりなのかもしれませんが、逆効果です。ええ、彼らは我々と同じ人間ではない。私たちを見下しています。いくら力を貸しても寝首はかかれないと鷹をくくっているのです。先ほど礼にと受け取ったこれらの武具を見てください。今の我々の技術では到底作り出すことはできません。英雄の遺産とまでは言いませんが、それに近しい人知を超えたものです。今はまだ味方にします。帝国がフォドラを滑るための戦力の一端です。しかしフォドラの統一がなったその日から戦争は姿を変える。兵と兵がぶつかり合う表の戦争は終結し、暗黒の中で刃を振るう闇の戦争が。そこで戦うのはエーデルガルト様ではない、私たちベストラ家に連なる者、帝国の闇を支配する我らが闇にうごめく者を残らず倒滅する。その時にはぜひとも先生の力も借りたいものですが。Bye.
血塗られた道、私が切り開きましょう。時間を使いました。あと何度戦えばいいのかしら。戦場に立つ以上、覚悟はできている。全力で行く。死なずに済んだ。さあ次だ。おっしゃ、行くぜ。よし、大勝利だ。任せてちょうだい。せい！よいしょ！仲間を守れてよかったわ。先制奇襲、有利思います。掃除に行くぞ。穴を開けてやったぞ。見事な動き、敬服です。アドラステア皇帝、参る。戦場を広く見なくては。私が負けるわけにはいかないの。仕留める。よし、死んだな。よし、勝てたね。大事よね。気力尽くします。ブリギットの誇り見せました。さすがの活躍ね。私は一歩も引かない。許しはいらない。これが戦いだ。報酬を与える必要があるかしら。
これも波動を敷くため。実力のうちだぜ。感謝します。今日もここにいたのね、リンハルト。陛下ですか。教団がいた頃は自由に調べられませんでしたからね。そうそう、保留にしていた紋章や遺産の研究機関の話だけれど、やはり予定通りに組織することにしたわ。それで機関の長を。結局僕に任せたいというのかな。やれやれそうではないわ。長を募集する条件をつけようかと思って。どんな条件なんです。まず他の地位との兼任を許さない。特に領主なんてもってのほかね。そうすると領主がなろうと思ってもなれないということですか。逆よ。帝国の重要な機関なのだから、領地を返上してでもやる人でなければ。それから衣食住は保証するけれど、それ以外の報酬はなし。あとは無制限に休暇を取っていいといったところかしら。ふん、そんな奇特な人がいるんでしょうか。もちろん私はそう信じているわ。いや、おかしいですよね。何ですか、領地返上の上報酬なしって。休みが無制限ってのも随分と人を食った条件ですし、どう考えても僕しか受けないじゃないか。なんで、なんで、なんでそこまで僕のことを理解してるんです。確かに下の者の気持ちを考えてとは言いました、言いましたけど、さすがに理解しすぎじゃないですか。あなたを得るために私が考えた結果よ。困ったな。僕をこれほど困らせた人はあなたが初めてですよ。リンハルト、返事を聞かせて。この話喜んで受けますよ、我が陛下。
少し赤を足そうかな。朱色の方がいいんじゃない？なんですか急に。どうせ私なんて才能ないですよ。君の才能の有無は知らないけど、あの花を描くなら朱色が合うと思うよ。朱色なら赤よりも柔らかく描けるし、輪郭が…ああ、まあいいや。よく考えたら君がどう描きたいのかも知らないし、邪魔したね。いえ、いいんです。別に好きに言えばいいじゃないですか。でもせっかく言ってくれたんだし、朱色で塗ってやりますからね。そろそろ戻るか。はあ、やっとできたような気が。ああ、絵が完成したんだね。ちょっと見てはいけませんって。こら、色使いが全体的にぼんやりしてるね。やっぱり赤の方が良かったかな。花びらのとことか遠近感がおかしいし、もう少しよく見て描くといいよ。最初は下書きの正確さを心がければ、まあ上手くなるかもね。ベルナデット？筆なんて折ってやります。さよなら私の画家人生。生まれ変わったらまた会いましょう。言っちゃった。事実とはいえ言わない方が良かったか。無理だよ、私が狩りなんて。なぜシュは引きこもらせてくれないの？ベルナデッタ、困るあります。私助けます。仮当番の一人、あなたなる聞きました。そうなの。引きこもってる間に仕事の割り振りが決まっちゃって。問題ない。ありません。私、カリウドの心得、享受します。え？カリウドの心得？この通りです。あなた、獣見る、敵と認識します。それ、獲物の心得。いつも敵探す。それ獲物です。獣見る、食料と認識する。カリウドの心得の基本です。あります。獲物は獣を見ると敵と認識する。カリウドは獣を見ると食料と認識する。え、食料？でも生きてるよ。あなた畑行き、野菜収穫できます。野菜生きています。手にする刃、野菜の命奪います。無情、茎切り落とし、実回収します。悲鳴ありません。しかしあなた殺しています。殺して。実熟し、地落ちる、種芽吹き、新たな命育つ。命の連鎖、それあなた残酷にも立つです。食べるため、生きるため。それは確かにそうかも。生きるために野菜の命を。ウサギ、鹿、キジ、すべて同じ。違い、声出る、出ないのみ。目の前の命奪う、生きるための作業です。作業と思えばできるかも。草陰、ウサギいます。畑、実なります。首筋、矢射抜きます。茎、刃を落とします。すべて作業です。なるほど。茎を落とすのも首筋を射抜くのも同じ。あれ、そう、同じです。あなたもう狩人、心得学びました。うん、心得分かった気がする。畑仕事行くよ。狩り行けます。完璧な狩人。
ベルナデッタです。任せて、野菜を刈り取るように獲物も買っちゃうんだから。その息です。あなたできます。やったー、ペトラさん、ありがとう。それじゃあ行ってくるね。カリウド・ベルナデッタ、出陣の時ぞ。ベルナデッタ、ブーン祈ります。こっち来ないで、ウサギさん。なんでウサギさんに追っかけられるの。あいた。